はい、どうもこんにちは。東大阪市慢性腰痛専門整体院臨床の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日ですね、あなたにお伝えしていく内容っていうものはですね、セルフケア、そして体操、ストレッチ動画ではございません。で、何を話すかっていうとですね、なぜこんなにも治らない人が多いのか、そしてこれを見ているあなたもですね、これを見ているということはですね、もしかしたら治っていない可能性が非常に高いっていうことですよね。なので、なんで治っていかないのかっていう部分を説明していきます。で、これでですね、まあ結構多いですよね。今見ている人でもやっぱりこういろんな整骨院とか、病院整形外科、整体行ったけれども治らない人めちゃくちゃ多いです。はい。で、これ治らない人ってですね、要はですね、大体こういう人が多いんですよ。僕の院に来る人はこの再発してくる人っていうのが非常に多いです。どういうことかっていうと、例えば、まあ、電話がかかってくるわけですね。まあ、腰が痛くて見てほしいんですけれどもっていうと、まあ、どれぐらい最近痛くなったんですかっていう形で、どれぐらい前から痛くなったんですかって言ったら、まあ、大体1ヶ月とか1週間前とかっておっしゃられるんですけれども、そういう方ってですね、以前からですね、腰痛の、歴が絶対あります。例えば5年前に腰が痛くて、その時治療院行って、まあ、治って、でまた最近1ヶ月ぐらい前から痛くなってきましたっていうことなんですね。で、その時にですね、これ聞き逃してほしくないポイント、そして、これを見ている患者様もですね、これが起きている可能性が非常に多いですよっていうところをですね、お伝えしていきます。で、どういうことかというとですね、以前から腰痛があって、それをどっかの治療院で治療して、で、良くなりました。これは OK じゃないですか。で、良くなった。で、その後ですよ。その後、何をしてたのかっていうことが非常に大事です。で、おそらく、何もしてない人が多いんですよ、実際。痛みが取れました。じゃあ、そのままですね、ずっと痛みがない状態をキープできるかというと、ほぼほぼ無理です。はい。ほとんどが無理です。ってことは、考えてほしいのは、どっかの治療に行きました。で、良くなったんだったら、あなたのその腰痛、例えば他の痛みっていうのはですね、なんで良くなったのかって考えていてほしいですね。なんで良くなったのか。はい。これを考えないと、実は予防ができないんですよ。はい。なんでかっていうとですね、自分の原因が例えば腰、まあ、お尻にあるとします。腰痛の原因がお尻にありますって自分で分かってる人。そういう人はですね、痛みが出ました。で、お尻の治療します、良くなりました。で、その後もですね、自分でお尻のケアってできるじゃないですか。だから痛みが再発しないんですよ、自分で予防ができるんで。けど、なんで良くなったか分かりません、でもまあいいか、でバーってくるじゃないですか。じゃあ痛みが出ました、うわ、なんで痛みが出たんだろう、で、あ、また新しい治療院探そうって言って探すんですよ。じゃあここでも仮に良くなったとしましょう。じゃあ、あ、良くなりましたって言って、何も知らないんでまた再発して、あ、次ここで良くならなかったらまた違う院に行こう、ずっとこう点々としちゃうんですね。じゃあ自分がなんで良くなったのか、まあ簡単に言えば、自分のその痛みの原因って自分で理解できてない人が非常に多いです。だから再発しますし、痛みが出てもまあまた収まって痛みが出てっていう繰り返しになってきますよね。それだったら意味がないじゃないですか。ってなって、大体ですね、当院に来られる患者様ですね、自分の原因を理解していない患者様っていうのは非常に多いです。そしてそれを説明していない施術科の先生、治療科の先生、病院の先生っていうのが非常に多すぎます。だから再発しちゃうし、自分で予防ができないっていうパターンに陥りやすいです。で、最終的にどうなるかっていうと、いろいろな治療院を行って、ああ、やっぱここも良くない、ここも良くならない、うわー、もう良くならない、最終的に手術、あ、これも良くならない、どうしようってなって、寝たきりで過ごされる方っていうのも実際やっぱり今まで見てきました。で、これを見ているあなたはですね、そんなことは絶対になってほしくないっていうのがあります。だから、こういう動画越しで、今僕が知っている知識、知っている現状っていうのをお伝えしていってます。だから、なんで治らないのか、っていうのも考える必要もありますし、
逆に良くなった時期があったんだったら、なんで良くなったのかっていうのを考えていかないとダメです。じゃあ自然と解決策が出てきますよね。そうするとあなたの腰痛、例えば他の痛みっていうのも自然に変わってくる、もしくは治ってくるケースっていうのが出てきます。だからしっかりと自分の原因をですね、理解していただくっていうことが非常に大事になってきます。それをですね、今回あなたにお伝えしていきたかったっていうところです。結局一言で言うと、その痛みの原因は何ですかっていうところです。これをしっかりと見てくれるところに治療に行くべきです。はい。で、実際それがちゃんと改善してくる方法っていうのも聞くべきです。だって考えてほしいのはやっぱりですよ、痛みが取れました、でも3日後にまた出ましたってなったら意味がないじゃないですか。だからしっかりと自分で予防できるように痛みの原因を理解する、これが非常に大切になってきます。はい。っていう形ですね、本日はこのなぜ治らないのか、そしてどうやったら治っていくのかっていう部分をあなたにお伝えさせていただきました。はい。ではですね、チャンネル登録と高評価ダブルでお願いします。それでは本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それじゃあバイバイ、頑張ってください。